栗原。はい。どうしました。機械戦隊ゼンカイジャーって知ってるか。ゼンカイジャー。うん。今絶賛放送中なんだけど。あ、すいません、ちょっと僕の方では存じ上げてないんですけども。あ、本当に。ちょっとな、やっちゃってんだ。やっちゃってる。ゼンカイジャーやっちゃってんだ。なんかやらかしてるってことですか。やらかしてんだ。おお。ちょっとそれを今回この動画で、はい、ちょっと白日の元にさらそうかなと思ってて。ああ、どんな音なんでしょう。ちょっと前回じゃ、そもそもね、はい、今45作品目スーパー戦隊シリーズで、スーパー戦隊シリーズいろいろ数ある歴史がずっとね、もともとスーパー戦隊シリーズには35作品目の時に海賊戦隊ゴーカイジャーっていうのがあったね。あれは宇宙海賊だった。あの時宇宙海賊だった時、こうです、何してたと思う。ただ指くわえて見てた。出たとかじゃないんですね。出たとかで。その後の、あの僕はね、特急ジャー、はい、特急ジャーの20話には出た。ああ。そう。ちょっとざわついたんで世間が。うん。みんな、皆さんの30秒間を僕が奪ったんだ。ネタをやって。それはどうだ、どういう意味だ。で、今回、なんと、その、ゴーカイジャーに似た新しいキャラクターが出たんだ。はい、それは、ツーカイザーというやつで、ちょっとこちら見てほしい。こちら。で、はい。ツーカイザーでございます、これが。ね。はい、はい、はい。それで聞きましょうか。はい。ツーカイザー。これ、ツーカイザー、なりきりセットというものでございますね。もう見えてるかな？ゴーカイザーの時点で、まあ、宇宙海賊。はい。ちょっと、この、これ、はい。ツーカイに、レボリューション。まあ、全然この文字とかレボリューションも別に僕のではないですからね、ね、みんなのレボリューションですから、みんなのレボリューション。ただ投稿でレボリューションがゴージャスみたいだったということを聞いてしまった。はい。私はこれも早速ゲットして、ちょっと一回開封して確かめてみたいと思って。はい。その動画でございます。これはね、結構やっちゃってるという噂を聞いてますんでしょうかね。まさかだよ、まさかそんなね、はい、こちら、おー、すごい。今回ね、あのギアを使って変身するんですけどもね、日本中の子供たちが今これを欲しがってるわけですね。いや、もうこれはもう今絶賛発売中でございますんでね、はい、こちらの戦隊ギアを集めるギアトリンカーっていうのがあってね、それで変身するんですけども、こちら、はい、来ました。おー、すごいかっこいい。これがこうかな。あ、とりあえず電池を入れましょうかね。ライダーとかのベルトは毎回買ってるんですけど、戦隊ものはね、久しぶりにこれゲットしましたね、ちょっとね。関智一さんが、へぇ、声をやっててね。関さんですよね、うちも出ていただきました。ゆかりが深い方ですから。はい、でございましてですね。とりあえず一回ね、聞いてみましょうかね。こちらに、入れるのかな。はい、ギアメダル。開けるときで、ガシャシャッ。ちゃんとね。回す、うん、来た、何ちゃう、これ。似てるな。レボリューション、ちょっと高めなんだね。俺もレボリューションだから、もう一回いきますか。いきますよ。レボリューション。これ似てますね。どうこれ。まあ、言うてもだから関さん、ゴーさんのこと知ってる人ですから。うん、そう、だから僕は関さんの脳裏に僕が浮かんだのかどうかっていうのを、ね、引っ張られてる可能性はありますよね。引っ張られてるのか。でもね、逆に僕は。嬉しい。これに関して逆に作品出てないけど嬉しい、それだけ。ただ本当に今回あのいろんな投稿でね、ツイッターとかでね、ゴージャス似てるっていうのすごい来たんだけど、嬉しい。嬉しいですね。嬉しい。怒ってるとかではなくて、全然怒ってない、むしろなんかあんじゃないかって思ってます。でもこんなご時世なんでね、前はね、超英雄祭とかもね
ちょっと出させてもらったんですよ、はいはいはい、オープニングアクトとかでね。怪人役で。怪人役じゃない、あの、なんだっけ、あの、映画の、あの、違法アップロードとかやめてくださいって、あの、はいはいはい、あるでしょ、この、あの、カメラの人と一緒に、はい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 、オープニングアクトで僕出たんですよ。それもすごいみんなちょっとね、その時最初に、ゴーカイジャーの曲でゴージャス出てたら面白いんじゃないかって言われて、ね、お、いいですねって言ったら、後からそのゴーカイジャーのオープニング歌ってる方がいるから、ちょっとダメですって言われて、普通に出てたと。そんぐらい嬉しい、ありがたいこと、今回も。ということで、こちら、スーカイザー、全然嬉しいです。僕、変身のダンスも、これからちょっと勉強して、ツイッターに今度上げようと思ってますんで、そちらもバズるように頑張りますんで、よかったら、同僚の方、作品読んでいただけると、光栄でございます。これだけ言いたいの。ごめんね、なんか、時間取らせて。あ、要は、ゴーデさんの下心に付き合わされたってわけですね。うん、いやでもこれはね、これ必要だと、これはゴージャス動画として、これはね、ちょっとダメだよ。発信しとかないとですよね。ね、うん、ただこれは僕も本当に認めてるんで、全然怒ってないし、全然嬉しい。うん、ということで、じゃ最後は、僕がちょっと、YouTube のやつを見ながら踊る感じをちょっと出していきたいと思いますんで。はい。こう変身してるようにしてください。終わりです。ご視聴ありがとうございました。高評価よろしくお願いします。バイバイ。気が済んだ。OK OK。はい、おーし、はい、ありがとうございます。